風邪ひいちゃったみたい。喉はガラガラだし熱もある。今日は仕事休んで一日ゆっくりしてよっと。風邪をひいたって本当か？ああアクア、まだ誰にも話してないのに一体どこから聞きつけてやってきたのかしら。急いできたから何も持ってないんだけど、とりあえずアイスを持ってるからこれを食べて体を冷やして。はい。ありがとう。じゃあ他に必要なもの買ってくるから安静にしてるんだよ。あーベロベロ。アイス冷たくて美味しいけど、喉にはあんまり良くないみたい。風邪って辛いなどうしたんだ、こんなところで寝て。あ、ダミアン君、私風邪をひいちゃったみたいなの。咳と鼻水が止まらなくて。風か。それなら何か見舞いの品を与えなければいけないな。くぅ、今日はお父様にもお母様にも内緒で、めちゃくちゃ大きなポテトチップスを食べようと思ってたが、これを見舞いの品としてお前にやろう。俺様の大切にしているポテトチップスを食べて、熱を治すんだ。じゃあな。元気な時は大きいポテトチップス嬉しいけど、風邪をひいてる今はもっと消化のいいものが食べたいというか、こんなポテトチップスどこで見つけてくるんだろう。あーやばい、びっくりして余計風邪が悪化しちゃった。消化のいいもの、それから薬が飲みたいな。とにかく薬を飲んで寝てたい。アイドルが風邪をひいていると聞いてやってきた。鬼舞辻無惨、こんな時に何？私を鬼にするつもり？いや、鬼にしたいのは山々だが、風邪で弱ってる奴を鬼にすると弱体化してしまうかもしれないんでな。お見舞いに来てやったぞ。お見舞い？そうだ、風邪の時は心寂しいだろ？そんな時は大きなクマちゃんの人形をそばに置いておくといい。この可愛らしいモフモフで、きっと風邪が治るに違いない。ほら、クマちゃんのお人形だよ。ありがとう、鬼舞辻無惨。それじゃあ、俺様はこれから鬼殺隊のところへ行くから。じゃあな。意外だわ、鬼舞辻無惨が、クマちゃんのこんなに可愛らしいぬいぐるみをくれるなんて。もふもふして可愛い。だけど、風邪は全然治らないよ。薬が欲しい。あ、ねえねえ、みんな風邪の時って何が欲しい？風邪の時に欲しいものをコメント欄に書いて教えてね。あったかいうどんかな？消化のいいもの？プリンとかゼリーとかフルーツとか？みんなは風邪の時に何が欲しいんだろう？コメント欄に書いて私に教えてくれると風邪が治っちゃうかも。それからグッドも押してくれると元気になっちゃうかも。みんなお願い、グッドを押して。ありがとう。なんだか元気になってきたよ。みんなすっごく優しいね。アイさん、大丈夫ですか？あ、炭治郎くん。さっきアクアくんとすれ違って、アイさんが風邪と聞いて、アクアくんすごくテンパってましたよ。そうなんだ。アイさんが一人で大変じゃないかと思って心配してきましたって。うわ、何ですか？この大きいポテトチップスとクマのぬいぐるみ。お見舞いでもらったんだ。さすがアイドル、お見舞いのスケールが違いますね。僕は普通の薬を持ってきたんですが。うわー、炭治郎くん嬉しい。それそれ、それが一番欲しかったの。風邪の時は薬を飲んでゆっくり休まないとですよね。はい、飲んでください。ごくごくごく。あー、この薬甘くてよかった。どうですか？体調良くなりそうですか？薬のせいか体が楽になってきた。少し眠くなってきたかも。よかった。薬が効いてきたみたいですね。このまま水分をとって、ゆっくり休んで、美味しいものたくさん食べて、あ、消化にいい美味しいものですよ。そしてまた薬を飲んで寝て、ゆっくり体力回復させて、風邪を治してくださいね。炭治郎くん、ありがとう。マジで天使に見える。あ、安心したら眠くなっちゃった。すやすや。よかった。愛さんが寝たみたいだ。ぐっすり寝たら、きっと風邪も良くなるだろう。みんなも風邪に気をつけて、外に出るときは、手洗い、うがい、こまめにして、
帰ってきてからもお手洗いうがいしてね。風邪に気をつけて楽しく過ごそう。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしく。